時は戦国時代中期、享禄元年12月、周防長門をはじめとする7国の守護職を務めた大主大内義興がこの世を去った。その知らせを受けた尼子恒久はこの機を逃すまいと石見や備後への侵攻を開始する。石見攻めを託された恒久の三男縁屋興久は7隊石見の小笠原や高橋の隊を率い、大内の資金源の一つ石見銀山の制圧に取りかかるも、大内軍の必死の抵抗を受け銀山制圧に難航する。その間大内派の秋国衆毛利元就が動いた。亡き大内義興、その後を継いだ大内義隆から高橋攻めの大義を得ると、主不在の手薄な高橋領へ侵攻した。秋や備後の国衆から加勢を得た毛利軍はおよそ半年をかけ高橋領を制圧させ、尼子の石見侵攻を南から牽制した。毛利の北進を受け高橋や小笠原といった隊を失った縁屋興久はついに石見侵攻を諦め出雲に撤退となった。これまでの倍以上の領土を得た毛利元就であったが、その統治に時がかかると分かり、尼子や武田の目を毛利に向けさせないため両家に罹患策を講じた。その策は見事に成功し、築城大社をはじめとする寺社の後押しを受けた縁屋興久が父である尼子恒久に反旗を翻したのだ。また武田家では当主武田光勝と重臣である高松城主熊谷信直との仲たがいに成功し、熊谷討伐に動いた武田光勝を跳ね返した熊谷信直は毛利家臣として生きていくことを決めた。元就の謀略により領土を切り崩されたことをまだ知らない武田光勝は居城金山城で今後の対策を練っていた。何、元就に三男も生まれ、長男太郎、次男次郎に続き、三郎と名付けられるだろうと思いきや、徳次丸という脈略なき名に、重臣らも戸惑っておるじゃと。全く違います。そうか。今一度申します。桜お城そばの社に幽閉されていた友田沖藤殿が、大内兵の目を盗み逃げ出せたと。そして今、我が恋城にてかくまっております。沖藤殿が恋城におるのか。はい。大内の主力が北九州に向かったことで、桜お城が手薄となり逃げやすかったのではと。大内の捜索が入ることになろう。すぐに迎えに行かればざま。それには及びませぬ。大沖畑殿。小畑です。ははこの掛け合いも懐かしいの。沖藤様もお連れしております。なんと、沖藤殿のもと。ご無沙汰じゃな、光勝殿。やつれた様子、さぞ苦しい暮らしであったのでしょう。苦しいなんてもんじゃないぞ。されど人は慣れるもんじゃな。今ではこの中田川わしの相棒じゃ。で、ネズミが相棒と。ネズミと申すな、相棒中田ぞ。はは、この中田が抜け道を教えてくれたおかげで、こうして逃げ出せてこれたのじゃ。なるほど。この先大内側から調べが入りましょう。それがすがしっかりかくまいますので。いやすぐにも、桜お城を奪いに動くのじゃ。気持ちはわかりますが。今は、大内や大内伯に衆とのいさかいを起こしてはならぬのです。なぜじゃ。尼子恒久と大内義隆が和議を結んでしまったからです。北九州に兵を割かねばならぬで、時を稼ぐために大内が仕組んだことであろう。いや、和議は尼子側から大内に投げかけられたことに。何故じゃ。尼子恒久の三男、縁屋興久が反旗を掲げたため、それを鎮めるために大内と和議を。バカな。彼らその縁屋興久も出雲を我ら貧乏に逃げたと聞きます。リズモでの混乱は間もなく収束となり、大内と和議を破棄する時も近づいておりましょう。それまでしっかり力を蓄えておきましょうぞ。まあわかった。わしが厳島神主家の主に戻れば、光勝殿には養殖を与えてやるでな。はは。腹が減った。飯と酒とおなごを頼む。おなごもですか。当たり前じゃ。何年おなごを見ておらぬと思っておるのじゃ。はは。刺激を支度を頼む。はは。では友田殿こちらへ。うむ。殿、友田殿をかくまうのは良いですが、それよりも、毛利に鞍替えした熊谷を倒し、父の胸を。気持ちは痛いほどは分かるが、焦ってはならな。縁屋興久の反乱が終わっておらぬ中、彼らが毛利を攻めてはまずいのだ。ならば、熊谷が握っておるとのの若様です。まずは、若様を取り戻す沖に出るべき。あの熊が手放すとは思えぬ。毛利とは形式上では敵対しておらぬのです。元就に殿から文を送り。それでは貸しとなろう。再び敵対となれば、若様は人質となってしまうのです。もう我がことは思っておらぬ。そんな。まあ、せがれのことは、尼子恒久殿から元就に命じてもらうよう、文を送っておこう。それではいつになるかわかりません。いつかね、殿をこれ以上困らせるな。あ。
殿、友田様が酒がまずい、鯛と松茸の炭焼きを持ってこい、などと申され暴れておりまする。はあ、世話のかかるお方じゃ。武田光和はせがれの引き渡し要請を天子常久に依頼した。光和からの文は翌月にも天子の居城月山戸田城に届いた。爺様、やはり叔父子は山の内の高山城に伏せておるとのこと。俺を備後攻めに向かわせてくだされ。秋久、備後攻めは我ら新宮党に任されておる。出しゃばるでない。そもそも新宮党が備後城をしっかり見張っておらんかったから高山城まで逃げられたのだ。今一度申してみよう。ああ、何度でも言ってやる。新宮党が備後城。二人ともやめ。は、は、は。やっと捕らえましたぜ。伊沢はとっとと割れて。いて。サネヒサようやったぞ。あは。伊沢ためゆき。そなたが沖久を備後に逃したのだな。いかにも。伊沢、そなたに二つの道を提示してやる。どちらか選べ。まだ死にたくはありませぬ。一つは、城下の河原にて領民の前で滑覆し果てるか。ゆえにまだ死にたくは。もう一つ。縁屋方として兵を挙げた北備後の高野山や泉を長脈で寝返らせ沖久を捕らえる。それが死にお任せくださいませ。証人は3名出してもらうでな。ははは。国久、来年雪解けより備後侵攻を再開する。はは、いつでも出陣できるよう支度を整えておきまする。大将は秋久に託そうと考えておる。それは何故に。これまでの沖久領は全て国久そなたに与える。縁屋領をそれが死にと。ああ、出雲西部を立て直すには、国久の知略と、新宮党の武力が必要となる。大きな偽りを破棄してくるかもわからぬ。まずは、出雲内の海を出し切る。それを国久に任せたいのじゃ。ああ、親父殿の真意にかなう働きをしてみせます。上々。あとは沖久を捕らえることができれば丸く収まる。捕らえた沖久殿をいかにいたします。出家させ、しばらくは寺で修行させる。その後も大事の別当にでもさせ、寺社の仕切りでもさせよ。良きは計らいかと。その時は加盟。そなたも出家しよう沖久のと申するのじゃ。あ、もう沖久殿の目つけはゴリゴリに。ガハハハハ。その、秋より武田光和殿の早馬が入り、この文書を預かりました。秋で何ぞあったのか。大内領に攻め入りたいなどと書かれておりまするか。いや、武田家臣熊谷の武直が離反し、毛利に鞍替えしたらしい。熊谷の武直の父は、確か毛利勢に撃たれたと聞きます。警敵の毛利に鞍替えなど。元就の計略であったかもしれぬな。お得意のやつですな。武田は、毛利領となった熊谷の城に攻め入る許しを得たいと、殿に頼んできておるのですな。いや、そうではない。熊谷の武直が武田を離反する要因となったのは、光和の妻であった奥間の失踪。その時に光和のせがれも一緒に連れ出してしまったようじゃ。奥間は、熊谷の武直の妹ゆえ高松城でかくまわれておると考えられ、わしから、元就に光和のせがれを金山城に戻すよう頼んでほしいと。元就にとって、武田の人質となりまするから、簡単には渡さぬでしょう。であろうな。いかがしまする。元就に伝えてはやぶ蛇となる恐れもある。見つかずには、奥間とせがれの居場所を探るで動くでないと伝えておくとするか。それがよろしいかと。天子の方針が定まった頃、縁屋沖久が逃げ込んだ、備後の国、高山城には、近隣国衆らが集まり、今後の対応を協議していた。縁屋殿をかくまっていることは、すでに出雲に知れ渡っておるのですぞ。それは聞いた。大内主力が。九州からまだまだ離れられそうもないのですぞ。それも聞いた。来年山の雪が溶ければ天子軍が南下してくるのですぞ。それも聞いたことじゃ。何度も申すな。周都殿が縁屋沖久の身柄を天子に差し出せば、リンゴは安泰なのですぞ。婿殿は天子には戻りたくないと申しておるのじゃ。それではわしが一番困るのじゃ。三沢城山木城が天子に降伏したことで、次に狙われるのが我が仕富山城。赤名の隊も、備後に抜ける峠に、幾度と兵を向けてきてもおるのですぞ。天子の備後入りを防ぐため、神鍋城の山が忠勝殿に援軍を要請しておる。あの山名殿が動いてくださるとは思えぬ。三好殿、黒岩城の泉の武政殿は何故軍議に参加せぬのじゃ。ああ、それなのじゃが。泉の武政とせがれの武雪とで意見が分かる。家臣らも、大内派と天子派で対立しており。泉の武政はそなたの娘婿であろう。なんとか説得してくれ。ああ、尽力してみるが。そもそも沖久殿は、出雲を追われた今も、天子常久と戦いたいと思っておるので。そのようじゃ。大内や山名の援軍が期待できぬ中、我ら北備後衆だけでは抗えませぬぞ。そういうの。天子に太刀打ちできる国衆はおらぬかの。
人おりますぞ。を教えてくれ。毛利元成殿。それはダメじゃ。王子からの要請を受け、アマゴの援軍として動いておる。それゆえ毛利を利用するのです。大内や山名の援軍が入るまで、遠野を沖久殿の毛利でかくまっていただき、アマゴ側には沖久殿は、備前や播磨に落ちたとでも伝えておけばよろしいでしょう。アマゴの目を貧乏から、そらすわけない。ええ。元成殿は、アマゴ沖久と義兄弟の契りを結んだと聞きます。その毛利家が、よもや沖久殿をかくまうとは思わぬはず。あの元成殿が、危ない橋を渡るかの。ええ。故に手土産が必要でしょう。手土産の貧乏あらじでいいかな。ダメです。貧乏日ならダメです。貧乏ごと、これならどうじゃ。ものではありません。元成殿が喜ぶ手土産といえば、もしやあのものを使うと。そうです。山之内直道は天子の目を貧乏からそらす策に動いた。年が変わった天文3年1月、塚ヶ岳城に入った大内義隆のもとに遠野喫茶敗退の知らせが届いた。殿、ご機嫌が良さそうですが、何か良いことでも。ああ、読んでみよ。天子常久が遠野沖久を出雲から追い出したと書かれておろう。確かに書かれておりますな。世が味方してやったから、常久はあっという間に出雲の内乱を鎮めたのじゃ。はははは。さすが、殿の力は偉大にございますな。であろう、であろう。はははは。こうも、早くに内乱が鎮まってはまずいです。そうだぞ、聞かず。早くに鎮まってはまずいのだ。わかったか。はは。わかったなら下がってよい。はは。だかふうさ。なぜ、早くに沈まってはまずいのじゃ。世の命で毛利を加勢させたことが勝因であろう。天子が当家とは僕したかったのは、遠野沖久の反乱鎮圧に時がかかると踏んだからなのです。されどこうも、あっさり、遠野の乱が終結となると、和議を破棄してくる恐れが早まったことに。そういうことか。こちらも急がねばならぬかと思われます。太宰の第二の職はいただけたのでしょうや。いや、またも帝に許されずじゃ。二千貫では足らぬと仰せなのですね。戦で銭がいる中、無理くり融通してやったというに、通った要望はたったこれだけとは。毛利殿だけですか。ああ。戦の大義は、沖久が申していた、九州短大渋川義長の反乱鎮圧でよかろう。急ぎ策を立ててくれ。太宰の第二の助任が得られぬ場合の策として、父が立てたものですが。まず、杉殿を大将とする五千で太宰府を抑えます。旭山城の渋川義長は、綾部城の馬場より近、征服寺城の小児冬草、水替え城の龍蔵寺家金らを動員紙兵を向けてきましょうから、古書山城の秋月文種隊を東から動かし退治させ、時を稼ぐ。その間父の入る馬ヶ岳城にそれがしも合流し、村上や河野の水軍と共に、大友義明の居城大友館を叩く。大友の中枢まで攻めることができるのか？大友家は一枚岩ではありません。義明の祭りごとにいいなと訴える一族を数名調略しておりますれば。父が幾度と申しておったが、ベッキーだけは気をつけるのじゃぞ。ベッキーとは、ベッキーやキツラのことに。ああ、神出鬼没で、巧みに友軍を動かし奇襲を仕掛けてくる。以前壊滅を食らったこともあるそうなのじゃ。それが死に父もおりまする。ご案じなさらず。ふむ。で、世はいかに動けばよい。父が申すには、杉隊が太宰府を抑えたとの知らせを受けた後、杉家の居城若杉山城まで南下してくださいませ。殿自ら筑前筑後州へ鼓舞いただくことで、長二や渋川らの士気は下がりましょう。鼓舞に振る舞う茶なら、やはり鼓舞茶じゃな。戦場ですので、酒の方が好まれるかと。酒じゃな、支度させようぞ。先ほどの毛利元就殿への帝からの。ああ、すでに鏡山城に使いを送っておいた。春には直使が秋に入るのではないか。はは、これで毛利の忠誠は上がりましょう。内向を鎮めた天子常久が真っ先に狙う害は美濃大森人山。そして次が毛利家の怪獣。そうなる前に義高様のご恩を元成殿に与えておかねばなりませんから。近っ。神社に新しい陣羽織が届いたのじゃ。今宵見に来ないか。父に文をしたためねば。ああ、忙しい。だかふさ。筑前や豊前に集結した大内四六は、敵対を表明した豊後守護の大友氏、九州短大渋川氏、肥前守護小西らとの合戦に向け隊を動かし始めた。その年の春、思いもよらない朗報が元成に舞い込んできた。読めるか太郎。15。ははは、難しいよ。殿もいよいよ、暗いと官職を授かれましたな。
しかし、十五位の下、乳母頭とは。元カネ、今一度、官職の名を申してみよう。乳母頭のことで。乳母頭、ではない。馬の神と読むのだ。知りませなんだ。当家の歴代方も、ジグの将や馬の神の職を叙任されておりましたが、殿のお年で、十五位の下をいただけたのは大きいですな。十五位の下ならば天上人となりまするな。殿は、今日の清涼殿に登ることを許されたことに。いかにも。ここらの国衆で天上人はおりませぬ。これは、殿が秋の国を支配する日も近いです。秋支配を、軽々しく口にするでない。これはしたり。小玉、すぐにも、十五位の下、馬の神叙任のこと、軍内を通じて、領民に伝えるのだ。はは、かしこまりました。殿、びっくり仰天の発見が。全九郎を落ち着け、仰天するような発見とは何だ。詳しくは、秋人仲間の神谷殿から。博多の秋人神谷寿帝と申します。おう、その名は耳にしておりますと。岩見大森山の神山を発見された御神でしたが。はは。新たな鉱山でも発見されたのですかな。ええ、元成様の治める地にて。当家領でだと。はい。岩屋砦から東に一里ほど先の岩見と秋の境にある大林山。ここで銀鉱石を確認しました。ほう、いかほど銀が得られそうなのだ。調べなければわかりませんが、これまでの経験から察するに、岩見大森の銀山には遠く及ばずとも、向こう数十年、毛利家を支える善意の基盤にはなりましょう。わしは、銀を用いての商いを知らぬ。いかにすれば、当家の善意の基盤となる。まず、私どもが配布基法に定た銀を、相場の3割でお譲りします。その銀を、大内様にお売りになるが手っ取り早いですが、それでは売り値は叩かれてしまいますので、小早川様に頼み、村上水軍を活用して、堺へ相場の8割で売るのです。そなたから3で仕入れて堺に8で売るか、運び賃を差し引いても仕入れの倍の銭が当家に残る算段か。その通りにございます。浄土真宗を束ねる大阪の本願寺であれば9でも10でも買ってくれるやもしれませんの。寺が銀を買うのか。門徒の多い宗派ですから、仏の念が込められた銀として20にも30にも化けるのでしょうな。なるほど。売り先に困ったのなら私に相談くださいませ。その前にまずは銀発掘をお許しいただけるかどうか。許す。すぐにでも取り掛かっていただきたい。はは。善九郎、大林なら口場村からも近い。そなたを奉行とする。頼むぞ。はは。大内家の銀山が大森山で、当家が大林山。名も格を表しているようで滑稽ですな。ははは。誠よの。して、先ほど神谷殿が申していた村上水軍だが、小早川家の水軍なのか。小早川家も水軍を持っておりますが、それとは別になりまする。秋やビンゴから四国伊予にかかる大小の島々があります。ここら一帯の瀬戸内は日々潮の流れが変わるため、東西に行き交う船にとって最大の難所となっており、船が座礁せぬよう案内役として通行線を得ておるのが村上水軍。村上氏は大きく三家に分かれており、宗家を名乗っておるのが島々の中央部を支配する野島村上家、その北部を管轄するのが因島村上家、最後が南部を管轄する来島村上家。小早川家と関わりが深いのは因島村上家となりますゆえ、神谷殿が申された村上水軍とは因島村上の水軍ではないかと。なるほどの。海に接しない当家にとって水軍と交わることは全くなかったが、商いを拡大させるためにつながっておかねばならぬか。殿、それはこれまで大内との戦でたびたび船に乗っておりまする。ここにおられる諸将の中で誰よりも水軍については詳しいもの。死んだ者が出しゃばるでない。よいよい。熊谷の船を、そなたをわしの名代とする。竹原小早川の主を木影殿と会い、水軍とのつながりを得るのだ。はは、必ずや友の期待にそう働きよ。信長を焦るでないぞ。こう早く得たい気持ちはようわかる。されど小早川は用心深い気質、焦って足元を見られることだけはあってはならぬぞ。かしこまりました。焦らず急ぎで取り掛かりまする。に急ぐ必要もないのだぞ。殿、とんでもない文が届きました。いろいろと舞い込む日与の店を。秋国衆毛利元成殿、そこまでも隣殿に申されては詫びに応じるしかない。ご留城で宴の支度をして待っておるぞ。わしが獅子戸に和議を申し入れておっただと。これは誰がどう見てもとの大津ための計り事。ああ、そう見るが妥当であるが、それにしてもあからさますぎるのが下船。幾度と獅子戸元吉殿と会っておりまするが、一貫して真のブレぬ将ではございまする。殿のような卑劣な謀略を仕掛けることは一言多い。これはご無礼を。元吉殿は計り事を好まぬ将にございますれば、
このような無礼な文も元吉殿にとっては最大の礼を尽くして書かれたものかと。最大の礼をのつまり獅子戸は足を騙し討ちするつもりはなく、誠に和議を結ぶために呼んでおると。ええ、そう捉えておりまする。広義がそう申すなら応じるとするが、調べは入れておかねばなるまい。お待つ。はい、あなた様。脅かすでない。そなた、五竜城に入り、獅子戸元義や重臣らを調べてほしい。はかりごとであると分かれば、すぐに知らせるのだ。はかりごとでないと分かった場合は、その判断は任す。お松からの頼りがなければ疑いなしと捉えるゆえ。私からの頼りが欲しくないのです。主をからかうでない。あれは黒じゃな。そうですな。こそこそ話すな。元就は、獅子戸元吉からの書状を得てから、三月ほど調べを続けた。そして、はかりごとではないことを確認した元就は、6月頭、獅子戸元吉の待つ、五竜城に向かった。毛利家主九郎、桂元住にござる。獅子戸元吉が孫、獅子戸高家にござれ。獅子戸元吉殿に呼びつけられしぶしぶ参ったが。しぶしぶ参っただと。そうであろうが、殿は十五位の家、馬の神であるぞ。祖父は歌の神だ。歌じゃと。あのピーヒャラピーヒャラの雅楽か。こっちはヒヒインじゃと。強い強いお馬さんだ。元住、聞くに耐え、下がっておれ。はは。獅子戸高家殿と申されたな。わしが毛利家を預かっておる毛利元就だ。はは、獅子戸高家にございまする。本来であれば当家からお伺いせねばならぬべきでしたが。なんぞ五竜城でなければならぬことがあるのですが。ええ。わかっておるな。殿を傷つけることあらば。元住、案ずるでない。では、元吉殿の元に案内願いたい。は、ではこちらへ。やっとお会いできましたな。獅子戸元吉殿。大毛利元就殿とは、こうも立派な者の府にござったか。あの沖本殿の弟であるが、なんというか、威厳が違うの。兄は、20半ばで旅立ちましたが。それがしは、今年で、弱い37、年相応のことにございましょう。そうしておこうかの。これまでの毛利殿の働きは耳にしておる。天戸常久、大内義興に一目置かれる将との噂も含めな。なるほど、噂は誠であったのだと今わかりましたぞ。そんなに持ち上げなくとも、和議には応じるつもりです。文では、和議に応じるなどと高飛車に出てしまったが、悪意はござらん。わかっておりまする。当家の記録書を調べたところ、祖父毛利と与元の子、田畑の水源をめぐり境となり、獅子戸領を横領したいきさつを見つけました。残っておりましたか。このことが、当家を毛嫌いする要因だったのですね。確かに。されどそのことはもう忘れてくだされ。そうはいきません。先祖の犯した過ちは、今生きるは死が正さねばならぬ。高橋家の丘陵地となりまするが、笹部村南500貫を獅子戸殿に割譲いたしまする。祖父が奪った領土の数倍はありましょう。こちらを和議の証としてくだされ。500貫も領土を当家にと。ええ。先ほどお会いした高井殿、あの者が、いずれ獅子戸家を継がれることになるのでしょう。それなのじゃが、実は孫の高井は母方である山の内家で生まれ育ちましてな。数年前に当家を継ぐために山の内直道殿の行為でこの地に入ったのじゃが、一族の中にはそれに異を唱える者も多く。それゆえ当家との和睦を望まれたのですが。それもあります。高井殿の高の字は、大内義高殿からの変記ですかな。いかにも。弱いは、今年で17に。そろそろ正妻を持つ頃合いにございまするが、予定などは、わしがこのような性格ゆえ、なかなか見つからなのじゃ。少々年下となりまするが、それがしの娘を真を正妻に迎えていただくはいかがか。元就殿の姫君を高井への正妻にと。ええ、そうです。おいくつなのじゃ。今年で6つ。帰ると、セミが大好きな、生き健康な娘にございまする。生き健康は良いが、されど一回りほど離れることになるが。年を重ねれば大した差ではございません。高家が毛利一門となれば、確かに異を唱える一族も静かになろうか。これはあくまで、一つの案にござる。和議の条項に掲げるものではありませんので。いや、決めた。孫の高家に、元就殿の姫君をお与えくださいませ。そして、末席で構わぬゆえ、獅子戸毛利一門衆とさせていただきたい。この通りじゃ、この通りお願いいたしまする。わかりました。では今議の件、進めてまいりましょうぞ。進めましょうぞ。それともう一つ厚かましい願いが。拙者を五竜城に呼ばなければならなかったわけですな。さすが元就殿じゃ。わしが伝えるよりも、直に話していただくとしましょう。お入りくだされ。ご無沙汰しておるの。いや、山の内殿。申し訳ない。話は聞かせていただいた。獅子戸家が毛利一門となることまことめでたきこと。いや、獅子戸家に内乱を生じさせぬための案であり。いや、見事な一手でござった。これで毛利領はさらに大きく膨らみましたからな。そんなつもりでは。
そんなことより、出雲で内乱を起こした縁屋沖久が、山の内殿の高山城に落ちていると耳にしておりまするが、その通り。それがしは、大内の要請を受け天子常久と結んでおりまする。故に、縁屋沖久は敵方となり、その沖久をかくまっている山の内殿は、敵とみなさねばなりませぬ。それゆえに、宍戸殿に頼み、人目を忍び元就殿と会っておるのじゃ。もしや、縁屋沖久を当家に預かってほしいなどと。さすが、師匠の隣殿。できませぬ。たとえ山の内殿の頼みといえど、それを受けるわけにはいきませぬ。無論ただでとは申しませぬ。当家が預かっておる、元長見丸良氏、渡辺優の嫡子、渡辺徹じゃ。早めのことを条件に、毛利にお返ししましょう。は、渡辺徹を当家に戻すと。ええ、そうです。徹も二重士となり、武芸の辰武者となりましたぞ。いや、それだけで縁屋沖久を引き受けるわけには参らぬ。こちらも用意しておる。これは隣国西浦の連番状。いかにも。当家に三好、高野屋、枝、町屋といった北備後国衆や、毛利家と息のちぎりを結ぶことを求める連番状。なるほど。して、縁屋沖久を当家に預ける狙いは、天子の備後侵攻を阻止するためと。播磨や田島屋沖久が落ちたと天子に伝えようと考えて。生の内様大変です。縁屋沖久殿が姿を消しました。だったんじゃと。麓の寺にもおらぬか。縁通寺にはおりませんでした。すぐにも城に戻ろうぞ。ははっ。元就殿、沖久が必ず見つけ出し、渡辺徹と共に郡山城に送り届けるでな。承知しました。郡山城から抜け出したのなら、毛利家預ける手間がなくなってよかったのでは。山の内殿は、縁屋沖久の身の安全を確保しておきたいのです。ふむふむ。さて、元就殿、今宵は高家を含め大いに語り合いましょうぞ。エーム子殿となるお方です。しっかり調べさせていただきましょう。調べるとは剣の女。ははは、妻の説得が待っておりますからな。婿殿の良きところを一つでも多く見つけまするぞ。それならば沖の住むまでお調べくだされ。では、奥の間を案内いたそう。元就は、娘を嫁がせ、宍戸家を毛利一門衆として組み込み、支配する領土をさらに増すことに成功した。その頃、九州では、渋川攻めに向かっていた杉隊が、竜造時代の夜襲を受け、撤退。また、大友と対峙していた末隊は、セイバガハルの戦いで、大友軍に敗退し、大内軍劣勢の状況となっていた。ベッキー名へ。申し訳ございませぬ。ベッキーやキツラの隊が南から向かってきていることに気づけず、撤退となりましたが、吉弘氏直や総立ちかかどといった、大友の将を撃て、敵軍の被害も甚大にございますれば、しばらくは大友が北上してくることはなかろうかと。ならば、肥前の渋川夜将に二軍を集中させるか。はい、父もそのように申しておりました。太宰の代理の座を得られれば士気も上がろうが、どれだけ銭を朝廷に貢いでも帝は認めてくださらぬ。聞くに、小奈良天皇は献金を嫌うお方であると。それゆえに苦行らの言葉が通らぬのでしょうが、朝廷の財政は窮乏を極めております。奥方様のまでの工事家や妹君の嫁ぎ先である一条家図体に粘り強く献金を行えば、いずれ助任いただけましょう。うむ、高房の申す通りにいたそうぞ。してそれまでいかに動く？はい、まずは九州短大渋川義長、この者を仕留めねばなりません。分かっておるが、そうも簡単にいかなのじゃ。その原因ははっきりしております。この綾部城の馬場より地下や村中城、水苗城周辺を支配する竜造寺一族、小二に従属する者らの御詰めが入るからにございます。まあ、先月も竜造寺家金の隊にやられたところじゃ。その竜造寺家金を狙うのです。先に水苗城を攻めるのか？違います。竜造寺の本家は村中城の竜造寺種久。水苗城を居城とする竜造寺家金は分家なのですが、長老であること、そして種久を貢献してきたこともあり発言力が強い。そのことに不満を感じておる本家の重臣らは多いと聞きます。竜造寺家を混乱させるのじゃな。混乱となるかどうかは竜造寺家金の器量によりましょう。家金に調略を仕掛けるわけか。ええ、今は本家が肥前守護代となっておりますが、当家が小児を倒した暁には分家である竜造寺家金を肥前守護代とさせると裏で盟約を結んでおくのです。当家に寝返らせ共に戦わせるわけか。分家である竜造寺家金が本家ごと当家派にひっくり返すことは厳しいでしょうし、内乱を起こしては我が身が危うくなる。静観させると。そうです、小児が滅亡するまで竜造寺家金には静観していただく。竜造寺が動かねば、渋川も小児も当家の軍には勝てません。高草はまっこと賢いの。吉田財の代には一
引き続き朝廷に働きかけるとして、高房は龍造寺の調略を託すぞ。はは。殿、鏡山城代広中沖兼殿より知らせが入りました。そうか、縁屋沖久の反乱もこれで収束となってしまったか。縁屋沖久はビンゴの山寺で自害、その首は山の内直道から天保常久に送られるであろうと書かれておりますが、これで常久は再び今宮ビンゴ、そして秋へ兵を動かしてこよう。桜王城から友田沖藤が逃げたと聞きます。おそらくは武田光和の庇護を受けておりましょうから、武田が先に動き出す恐れもあります。すぐにも桜尾城や鏡山城、そして毛利、平賀、天野ら国衆へ伝えねばなりません。ああ、すぐにも文をしたためるとしようぞ。はは。大内義隆が新たな策を立てた頃、自害した縁屋おきっさの首は山の内直道から合算戸田城に送られた。どうして首だけとなったおきっさが届くのじゃ。胴体がビンゴにて埋葬された。違う、わしはおきっさを捕らえようと命じたのじゃ。されど山の内の家臣が山寺で発見した時にはすでに切腹し息絶えていた。親父殿、しっかりしてくだされ。まさひさ、そしておきひさ、足より先に生きよって。バカ者めが。反乱を起こした時からおきひさは切腹を覚悟していたのです。我らはこのことを教訓とし、出雲に再び混乱が起きぬよう。切腹などせぬでよかったのじゃ。こうなったのも山の内じゃ。山の内直道がおきひさを殺めたのじゃ。すぐに奴を連れてこい。亀井殿、親父を頼む。はは、さっさとの芸妃でも眺めに参りましょう。山の内じゃ。爺様はもうダメだな。明久、口を慎め。ああ、されどあれほど狼狽する爺様を見たことがない。ああ見えて、情に脆いところもあるのだ。そう捉えておきまする。この先ビンゴはいかに。お気久なき今、ビンゴ攻めの大義は消えた。解体となろうな。ならばそれがしは今坂制圧に向かいまする。無茶をするでないぞ。おい。縁屋お気久の死により、アマゴの目はビンゴから離れたかに見えたが、その二月後、元成を悩ませる一報が入る。おりゃ。まだまだだ。もう一本。ああ、参る。おりゃ。おいおい、木刀を投げては稽古にならんぞ。好きあり。うわぁ。へへぇ、兄ちゃんに勝った。こら、木刀を投げた奴は誰じゃ。やべ。次郎殿、待ちなされ。いててて。また次郎にやられたか。次郎はいつも卑怯なのです。ははは。せめてずる賢いと言ってやれ。いいえ、ひておものです。太郎君は曲がったことが嫌いな、まっすぐなお方ですからな。それは良いことなのだが、生き抜くには曲がったことも使えねばならん。殿は曲がったことばかりですからな。うるさい。ははは、おっとそうです。志野殿がお越しですぞ。元吉殿か。ええ。婚儀のことであろうか。うむすぐ会おう。元吉殿、娘を嫁がせる時期だが。そのことではない。山の内殿が大変なのじゃ。これは。縁屋沖久の切腹は山の内直道に無理やりさせられたことじゃと、尼子側から言いがかりをつけられ、戸田城に戸城しろと、再三郷山城に要請が入っておるようじゃ。そうきましたか。山の内殿も困り果てており、元就殿なら切り抜ける策を思いつくのではと伺った次第。切り抜ける策の、のこのこと、戸田城に入れば、命はないでしょうな。されど要請を拒めば、ビンゴ攻めの口実となりましょう。元就殿は山の内家や北ビンゴ国衆らと一気の契りを結んだのであろう。厳密には、縁屋沖久の自害を受け、一気は結ばれておらぬ。されど北ビンゴを救えるのは元就殿しかおらぬのじゃ。当家は、大内からの要請を受け尼子と結んでおる。アマゴがビンゴに侵攻してきても手が出せぬのだ。ではどうすれば。草の調べでは、アマゴ秋久は出雲主力を率い三坂制圧に向かっておる。国久は西出雲の縁屋領にセル残党狩りに取り掛かっておるゆえ、年内にビンゴへ兵を向けることはなかろう。その間、わしから山の内殿の潔白をアマゴ方に伝えておこう。助かりまするぞ。年が変わった天文4年3月、アマゴ常久は合算戸田城に重臣を集め、緊急の軍議を開いた。爺様、何事にござるか。ビンゴじゃ、山の内じゃ、山の内直道の首じゃ。またそのことですか。そのこととは何じゃ。昨年末兄者から届いた文を読んで、山の内直道が、叔父を自陣に追いやったわけではないことが判明したではありませんか。叔父は山の内家のことを思い、自ら城を出て山寺で滑腹したのです。三沢、寝返らせた泉の武政の申していたことを話せ。はっ。山の内直道は沖久殿を追いずこかの地に逃し、当家の命をビンゴからそらそうとしていたと。沖久を切るつもりはないか。身柄を出雲に引き渡せと何度も山の内に伝えておったが、己の保身のため沖久を別の地に移そうとしておったのじゃ。
山の内に見捨てられたと捉えたお岸さは死を選ぶしかなかった。仮にそうであれ、山の内を攻める大義とするには、せがれんやお岸さを殺めた山の内直道の討伐、これほどわかりやすい大義はなかろうが。備後には大内に通じる国衆もおりますよ。一つ間違えれば大内との和議を破ることに。構わぬ、秋久、そなたを大将とし、国久は副将として補佐せよ。今一度山の内に使者を送り。もう待てぬ、今月末にも備後に向かえ。まずは、人見山城の高野山道継ぐを下せ。よいな。は、は、は。おじご、やるしかないですな。そうなのだが、元成殿からの山の内を汚する陳情無下にはできぬぞ。元成殿は足の兄じゃ。わかっていただけるはず。だとよいが。さあ、者ども、ビンゴ攻めの支度にかかれ。天文4年3月末、ついに天子軍によるビンゴ侵攻が始まった。三沢為行の調略により、黒岩城の泉信政が尼子に寝返っていたため、高野山道継のこもる人見山城は孤立無援状態であった。道継は続々と押し寄せる尼子軍になすすべもなく、城はあっという間に囲まれてしまった。何故縁屋の乱は静まったのに、尼子はビンゴに攻め込んできたのじゃ。と、殿、3日のうちに降伏せねば、総攻めをするとのやむにが。3日か。そなたすぐにも高山城の山の内殿、あとは三好殿と毛利殿にこのことを知らせ、援軍を要請する早馬を。ははすぐにも。高野山の放った早馬は、翌日、高山城に入った。浜の常久を怒らせてしまったか。命を粗末にしてはならぬと、高野山殿に伝えよ。あ、尼子に下れと。判断は任すが援軍は間に合わぬ。で、ではそのように。殿、和地や枝に三好といった国衆を集め、尼子と一戦交えましょうぞ。あ、これがわしの最後の戦となろう。すぐに劇を飛ばそうぞ。はは。一方、毛利元就の郡山城にも次々に尼子の動きが届けられた。止められなかったか。兵を集めまするか。ダメだ、当家が兵を挙げることはできぬ。されどこのままではビンゴ北部は。分かっておるが。尼子の狙いが分かった。席聞かせよ。は。まず尼子軍の総大将は尼子明久、副将に尼子国久、牛尾義樹を。先鋒衆が三沢山木といった元縁屋派の者だ。尼子の狙いは高山城の山の内直道を捕らえること。それに抗う国衆は全て敵とみなしていくとも。よう分かった。善九郎。は。そなたはわしの名代として高山城に入ってくれ。降伏を諭すのですな。いや、自害させぬようと今日稼いでくれればよい。お任せあれ。元住広政、騎馬隊三十を編成せよ。二日後にはビンゴに向かう。と、殿自らビンゴに向かうと。ああ。尼子の大将が義弟明久殿だ。この戦を止められるのはわし以外におらぬ。ではそれがしもお供させていただきまする。拙者もお供いたします。よかろう。他にも屈強の者を見繕っておいてくれ。はは。こうして毛利元就も中立の立場として動き出した。その翌日、人見山城を囲む尼子軍に総攻めの時が迫っていた。若殿頃合いかと。よーし者ども、支度は整っておるな。幾度と当家に下っては離反を繰り返したかの山を、こたびこそは滅ぼすぞ。じゃあ先方衆かかれ。秋久様、城門が開き、長兵らが武具を捨て出てきておりまする。はあ、降伏するつもりかと。もう遅い、こっちは戦う気満々なんだ。構わず突っ込め。なりませんぞ。おじご止めるな。いえ止めまする。武器を捨てた城兵を撃ってはそれこそ武門の名折れ。まずは偽りの降伏でないことを確かめ、首相高の山道継ぐを捕らえること。おじご当てなる。それだからこれまで幾度と高野山は当家を裏切ってきたのだ。戦はまだ始まったばかり。その最初の城攻めで残虐な戦い方をしては以後の攻略が難航するのだぞ。ち、わかった。誠の投降かを調べるよう先方衆に命じよ。ではそのように。こうして高野山道継は尼子に降伏し、城を明け渡した。高野山道継、ここにおるおじごに礼を言うのだな。そなたの首一つで城兵の命は皆助けてやろう。いや、高野山道継を殺めるは愚策ぞ。あたか、城兵は皆助けると申しておろうが、それに首相の首を切ることはこれまでの習いであろう。切れば当家を憎む者が増える。それに高野山の制裁は山の内直道の娘、山の内を下すのに使えるやもしれん。ち、よかったな高野山、この先しっかり働いてもらうでな。は、は。分かってんな。少しでもおかしな動きしたら妻子は串刺しだからな。ま、分かっておりまする。よう島のども、気が暮れる前に泉の黒岩城まで陣を進めるぞ。高野山を降伏させた浜子軍はその足で黒岩城に入った。そこに30騎で駆けつけた毛利元就がやってきた。兄者よ、参られた。弟よ、縁屋お岸沢すでに自害し、首は戸田城に届いておろう。
何故大軍でビンゴに攻め入っておるのだ。俺もビンゴ攻めには反対であったが、爺様がどうしても山の内を捕らえてこいとうるさいのだ。山の内殿はお慈悲の自害には関わっておらぬ。あー兄者の文は読んでおる。されど山の内は保身のため叔父を遠方に逃がす企みをした。それが叔父の自害につながったのだと爺様は怒っておる。そうであったか。されど山の内殿は北ビンゴの守護代。その山の内を攻めれば大きな戦に発展するは必定。高山城に承認を出しておる国衆も多い。当家の家臣も高山城に入っておるのだ。兄者の家臣も山の内の人質にとは。ああそうだ、雨子がどうしても高山城を攻めると申すなら、当家と手黙って見ているわけにはいかぬ。まあ、もしや当家と敵対してでも山の内に組みするとは。そうならぬためにこうして弟に会いに来たのだ。兄者と敵対はしたくない。わしとて同じ思いだ。そうであろう山の内殿を殺めぬことを条件に、ガサント太城の常久殿に直に愛は美を入れていただくよう、山名忠勝殿を通じて山の内殿を説得するゆえ、これ以上の進行は止めてもらえぬか。おじごそれでよいな。あ、山の内直道が戸田城に入れば、親父の怒りも収まろう。されども隣殿、あまり時を要してはならんぞ。承知しております。よーし兄じゃ、今宵は酒でも飲みながら赤い壁の物語を聞かせてくだされ。石壁の戦い、いわゆるレッドクリフだな。ええ、それです。中国に長江って名の太く長い川があってだな。で、レッド、なんだよ戦は取りやめかよ。ああそうだ、出雲内が静まっておらぬ中の出兵に納得しておらぬ者も多い。再び寺社に放棄されてはたまらんでな。せっかく空き家貧乏二州の調略を進めておったが、水の泡だよ。派手に動いては大内を刺激することにもなる。計りごとは控えるのだ。わしはこの状況を親父に伝えるため出雲に戻る。動きがあればすぐに知らせるのだ。えい、毛利元就の介入により雨子の貧乏進行は止まった。しかし領土を接することとなった山の内や三好は雨子の南下に備え臨戦態勢が続けられていた。その間、元成は幾度と高山城に足を運び、山之内直道の説得に当たるも、重い腰を上げるには至らず、月日は流れた。動きが起きたのは、年が変わった天文5年、雪が溶けた頃であった。さあ、山の雪も消えました。お約束通り出雲へ向かいましょうぞ。いやー、膝を痛めてしまっての。この足では峠を越えることは叶わぬであろう。腰を用意しまするゆえ。腰は苦手じゃ。あの揺れで幾度と気を失ったことがある。はあ、困ったお方ですな。殿、大変です。何事じゃ。三好領の常さだ村で田植えをしていた百姓らに向け、雨子兵が矢を放ってきたため、三好の監視隊と雨子隊が衝突。戦を起こしてはならぬ。すぐにも止めに向かえ。そう、それが、双方、共に援軍を要請しており、いさかいは拡大しておるもよう。まずい。すぐにも城に兵を集めよ。はは。ゼンクロードの、次、お隣殿にこのこと伝えてくだされ。承知に。ここに雨子軍が。何とも言えぬな。そうなる前に何とかすめば。拙者にできることがあれば何でも申し付けくださいませ。わしの記事としてしっかり守ってくれよ。はは、心得ました。その頃、常定村で発生した雨子と三好のいさかいは領民らも巻き込む衝突へと拡大していた。その知らせはすぐにも黒岩城の雨子本陣に届いた。何、三好の隊が攻めてきただた。はは、三沢為之様の隊が駆けつけるも、敵の小詰めが次々に加わり劣勢であるとのこと。急ぎ本隊の援軍を求めておりまする。三好め我らをなめおって。ここは神竜島に任せよ。まだおじごは出雲から戻っておらぬであろう。父は上げが終わってから貧乏に戻るよ。今の神竜島の指揮はわしに託されておるのじゃ。そうか、ならばさねひさ、神竜島の怖さ三好の奴らに教えてやれ。ああ任せよ、じゃやっと出番だ。皆の者俺についてこい。ついに雨子軍の主力新宮島三千が南に動き出した。川沿いの渓谷道を進み、常定村に入った雨子実久率いる新宮島は躊躇なく三好隊に突撃した。無事無事、逆らい百姓は構わずなで切りせよ。新宮島が暴れている。よし、我らも火星に入るぞ。かかる。口が取るでから駆けつけた牛尾隊も加わり、三好隊はあっという間に壊滅となった。三好宗隆が事態を知ったのは、逃げ落ちた足軽兵の知らせを受けてであった。牛尾隊や新宮島が攻め込んできたぞと。はは、その数四千は超えており、この美山城に向かってくると思われまする。狙いは山の内のお三であろう。何故東京を狙ってくるのじゃ。敵戦法が西条川に到達、川手と山手に分かれ盆地を目指してくるものと思われます。
川手を抑えられてはまずいか。そなたは急ぎ弟の勝山城に援軍要請。はは。城には主兵山脈を残し、残る500はわしと共に川手の敵に当たり、支度を始めよう。知らせを聞いた三好宗隆は、三好軍の川手を進む玉子の進行を阻止するべく、兵500を率い、西へ向かった。あの旗は三好宗隆の旗。三好の主が自らで迎えに来ておりますぞ。おお、これは手間が省けるぜ。数は500そこら、川の傘も低い。敵が陣形を整える前の今が攻め時かと。言われんでも分かっておる。皆の者敵将三好宗隆の首を上げるのだ。かかれ。再び新宮堂の突撃が始まった。殿、天子軍が向かってきますな。なんじゃと、もう来たのか。先頭は伊沢隊、その後ろには新宮堂の旗も見えます。とにかくここで食い止めるしかない。弓隊は前に出て構え。よし、今じゃ放て。いや、その程度の矢数じゃ我らを止められんぞ。さあ押し潰してやれ。士気の高い天子軍の猛攻を受け、本時ともたず三好隊は崩れ出した。偉人も突破されました。総崩れを起こす前に城へ撤退を。新宮堂がこれほどまでとは。引くしかあるまい。撤退じゃ、城に撤退せよ。百戦錬磨の新宮堂前に三好隊はなすすべなく撤退となった。崩れるのが早すぎだ。おい、三好宗隆を追うのだ。三好宗隆が何とか城に逃げ込んだ頃、山手を進軍してきた天子昭久率いる本隊が、9年前に天子常久が築いた八ヶ壇城に入り、本陣を敷いた。爺様の築いた城と聞き、本陣と決めたが、ボロボロではないか。陣兵盆地を見下ろせるよう木々を伐採せよ。はは、切った木は櫓の材木に使いましょうぞ。そうせよ。はは、木の枝は松明や炊事の焚き木にすれば。早く木を倒せ。はは。若殿、新宮堂が三好宗隆の隊を蹴散らしたとのこと。宗隆は撃てたか。美山城に逃げ込んだとの石膏の知らせ。まあ、あの程度の城なら容易に落とせようが、三好宗隆を撃ってはおじごにうるさく言われるが、よしきよはその昔三好と交流があったな。え、使者として美山城へ向かえ。三好と会い、しかるべき人質を出せば所領は安堵。過去に当家を裏切ったことも赦免とする条件で三好宗隆を降伏させてこい。お任せくだされ。道継ぐ。はっ。お前の出番だ。足の名代として高山城に入り、山の内直道をここへ連れてこい。それがしのようなものだ。シュート殿を連れてくることなど。足の名代だと申したであろう。お前の声は天子総大将の声に同じだ。はっ。良いか、5日だ。5日のうちにここに連れてこれなければ、お前、そして妻子はすべて切る。か、必ずや連れてまいりますゆえ、どうか妻子の命は。はよ、行ってこい。その翌日、勝山城から駆けつけた三好宗隆の弟、三好久隆の隊が三好盆地に入るも、新宮堂の奇襲を受け壊滅。その惨状を見た三好宗隆は、天子へ下ることを決めた。その頃、郡山城の毛利元就に、事の次第が届いた。たった2日で三好を下らせたのか。はい。天子本隊は八ヶ壇城を本陣とし、高山城の山内直道を降伏させる動きに出ております。八ヶ壇城を本陣にしたということは、山内に加勢する国衆を見極めるためであろう。なるほど。されど山内をかばう手はもうありませぬ。ああ、わしが義弟にあったと手間を止めることはできぬであろう。されど獅子戸の面目もあるし、何より渡辺徹を育てていただいた恩もある。殿は渡辺徹が秋へ戻ってきたらいかがなさるおつもりで。まだ戻れると決まったわけではないが、もし戻ってきたのならその処遇は善九郎の判断に委ねるつもりだ。せがれ善九郎に判断させるのは荷が重かろうかと。それよりもまずはこの局面をいかに収めるかだ。一か八かこの手を使うか。いかなる手に。仏の手だ。仏の手ですと。関、急ぎわしの策を高山城の善九郎に届けてくれ。心得た。元成の命を受け、関正親は林檎へ飛んだ。一方、三好盆地を制圧した天子軍は、枝領の高杉城を落とし、北東へ進軍。周辺国衆は日和見を続けたため、高山城は四千もの天子軍に囲まれた。その高山城では。あ、天子の奴ら領民の頭を次々に焼いておりまする。なんとか攻めば。ここまでかの。山内殿、主元就より策が届きました。毛利殿のおかげで、一年式が伸びた。もうこれ以上毛利殿の世話になるわけにはいかぬ。もっともっと長生きできる策なのです。あ、なんと。前僧臨在は申しました。仏に大手は仏を殺せと。そなた、わしの宗派が臨在宗であるとなぜわかった。
臨済宗の円通寺に多額の寄進をしていることを聞きまして、善九郎、その名の通り良き侍であるが、よしわしの名を一時そなたに与える。いや、そんなつもりで。遠慮するでない。そなたの父は確か氏広義殿であったが。ははい。わしの一と父のよしをとい千代氏、これよりそなたの意味名は道義じゃ。口は善九郎道義と名乗るがよいぞ。ありがたき幸せに。すでに支度は整えております。さあ急がねば雨子の総攻めが入りますぞ。その前にそなたに託したいものがおる。通るここへ。はは。そなたは秋に戻るのじゃ。何を仰せなのです。それがしは父とお慕いする殿の近似として最後まで。今この時をもって近似の役を解く。そんな。そなたの父を殺めたの毛利元就殿である。じゃがその前に主である元就殿を殺めようと画策したのがそなたの父。そう存じておりまする。ここにおる口場道義殿と共に秋吉田に戻り、父が殺めようとしておった元就殿に追うてみるがよい。使えるに値せぬと感じたなら刀を抜けばよい。わかりました。道義殿、これは渡辺家復興を願う文じゃ。必ず元就殿に渡してくだされよ。必ずや。さあ参りましょう。この翌日、高山城は雨子軍に包囲され、総大将雨子昭久の号令を待つだけとなっていた。も、申し訳ありません。シュートに会うことができませんでした。役立たずめが。うわ、高野山の祭祀は斬首とせよ。はは、上中や子供らは逃げた。さあ総攻めを命じよ。そうだな。若殿、円通寺の十字がお越しです。こんな時に何用ぞ。城攻めの大義について伺いたいと。ち、めんどくせえなあ。まあよい、通せ。はは。和尚よ、城攻めの大義が聞きたいんだってな。ええー、そうです。教えてやるよ。高山城の城主天の内直道がわしの叔父縁屋沖久を自害に追いやった。当家の主天子常久がそれに怒り、山の内直道を捕らえ出雲に連れてこいとの命を受け備後に入った。幾度と出雲入りを打診するも一向に動かぬゆえここまで来てやったのだ。先ほどから山の内直道と申しておられるが、そのような将はおりませぬぞ。ははは、はこの将ボケとるぞ。かーつ仏に通ずるそうに向かい、ボケとは何ぞや。山の内直道などおらぬと口にするからであろうが。今はおらぬと申した方が正しいかの。さては逃したか。いやいや。では自害したのか。いやいや。もしや出家したのか。その通りにございます。バカな奴の嫡男は先に死んでおる。後目も決めずに出家するなどあるわけがない。この場を乗り切る方便であろうが。方便とは誠の教えに導くための仮の手段。まさに方便でありましょうな。屁理屈を並べおって、出家した山の内をここへ連れてまいれ。それはできません。ならば寺を調べさせてもらうな。やめておけ。不入権を犯すことになる。ち、不入権か。ここで寺社といがみ合えば出雲の寺社にまで立ち入り、再び混乱を招く恐れもあるのだ。くそ、城は雨子家に明け渡すと申しております。城兵が次々に城から出てきておる。ここらは長く山の内家が統治してきた地。くれぐれも拍子に据えるお方を間違わぬよう。わかっておるわ。確かにここらは山の内の血を引く者が多い。父や爺様の意向を伺うべきぞ。いや、うってつけの者がおる。誰だ。高の山道継ぐ、ここへ。はっ。お前の妻は山の内直道の娘だったな。いかにもに。ではせがれは山の内直道の外孫ってわけだ。もしやせがれを山の内の。ああ、四郎だったか。されど、祭祀は斬首になると。しまった。斬首は取りやめじゃ。急ぎ伝えよ。ははっ。間に合いました。ふう。四郎はまだ七つのわらべにございますが。傀儡にうってつけではないか。高野山四郎に山の内の名跡を継がせ、山の内四郎とする。よいな。は。結局、山の内、直道を捕らえられんかった。今夜爺様に怒鳴られるであろうの。誰の悪知恵だか知らぬが、出家されては手が出せぬ。爺様も納得するしかなかろう。納得はせんだろ。まあ叱られるのはわしではなく、総大将の姿だ。実久ずるいぞ。まあ、はよしめよ。ああ、者ども、なんとも勝った気のせぬ戦であったが、こたびの侵攻で、再び、貧乏北部を当家が支配することになった。これは大きいぞ。山の内の傀儡により、日和見を続けておる貧乏国衆らも、近いうちに当家になびいてこよう。なびかねなら力ずくで下すまでだ。まだ見ぬ瀬戸内の海。俺はこのビンゴ、そして備中備前に張り、ここらを手に入れ瀬戸内を牛耳る。
そうなりゃ大内なんぞ敵ではないぞ。サイズものじい様に我らの雄たけびを届けてやろうぞ。勝ち時だ。出雲守護代から下克上で国主になり上がった天子常久であったが、三男縁屋沖久の死が常久の心を曇らせ、徐々に祭りごとから離れていくことになる。戦国大名天子常久はここで終わったとも言われているが、嫡孫天子昭久や次男国久の働きによりこの先も天子の領土は拡大していくことになる。表向き天子と良好な関係の毛利元就にとって、林後北部が天子領になったことによる直接の被害はなかったが、しかしこの4年後北林後が元就を苦しめる地となるのである。ここまでご視聴いただきありがとうございました。当番組では通説や新説、そして歴史学者様の見解などを総合し、雪村なりにたどり着いた一つの合戦の形を動画にしております。戦をしなければならなかった理由は必ずあり、勝つための策を定め、いざ戦に臨み、そして勝敗が決する。時の戦国武将の立場や考えを想像することで合戦の印象は大きく変わるのではないかと思います。事実など誰も知らない、そして絶対もない。だからこそそこにロマンがあるのです。この番組が皆様の想像力を沸かせる一助になれたら幸いです。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。